中央通り昭和通り交差点から南を見る。中央通り大分駅前交差点から北を見る。右手に見える大分パルコは2011年1月、閉店。中央通りは大分県大分市の大分駅前交差点から昭和通り交差点に至る市道である。正式名称は大分市道中央通り線。市街地の中央を南北に走る大分市の メインストリートである。全長約400メートルで、車線数は片側3車線、車道福井20メートル。南端の大分駅前交差点で、国道10号に、北端の昭和通り交差点で、国道197号にそれぞれ接続する。道路自体は、昭和通り交差点を越えても、新川交差点まで北にまっすぐ続いており、 この部分も中央通りの名で呼ばれることが多いが、路線上は、昭和通り交差点から新川交差点までの部分は、市道ではなく、大分県道511号大分高線となる。だいぶ、駅前交差点から昭和通り交差点までの間は、通りに沿って、時は本店、大分大場といった大型商業施設を含む、商業施設や、大分銀行本店をはじめとする金融機関の、 本支店が立ち並ぶ。通りの西側北部は、大分県で最も早くタイル舗装を取り入れた商店街の一つであり、赤レンガ通り商店街と名付けられている。また、ガレリア、竹町商店街、府内五番街商店街などの商店街は、中央通りを起点として東西に伸びる。中央通りに並行して、西側にセントポルタ、中央町商店街が伸びており、 中央通り方向に通行する歩行者の代替路の役割も果たしている。中央通り沿いには、大分バス、だいぶ交通のバス停留所が多数設けられ、市街地中心にバスターミナルを有さない両者にとって、大分駅前と合わせて、実質的にバスターミナルの機能を果たしている。このため多数のバスが停車、通行し、市街地や大分駅にアクセスする乗用車と、相まって、 中央通りの混雑の原因ともなっている。毎年8月に行われる大分七夕祭りの際には、中央通りは歩行者天国とされ、船井選手や地麒林林林市民う踊り、大会の会場となる。毎年12月に行われる大分ファンタジーという、イルミネーションイベントでもメイン会場となり、通りは、華やかな電飾に彩られる。 22時から翌朝5時までの間、指定車を除く排気量 125cc 以上の二輪車は、通行禁止となっている。明治時代中期まで、この通りの北側の部分は、大分銀行旧本店のあたりまでが船以上の堀で、その南側は、住宅が散在する湿地であった。現在の中央通りにあたる通りは、1911年に、豊か本線大分駅が、 現在地に開業したのに合わせて堀を埋め立てて作られたものである。かつての大分市の市街地は現在よりもやや北側の新川や竹町を中心とした場所にあった。しかし、大分駅が開業し、1918年には路面電車の大分交通別台線がこの通りを通ってだいぶ駅前まで延伸されたことから、1936年に 時は本店が出店するなど、次第に中央通りに沿って、中心街が形成された。船井城の中堀だった頃に、現在の竹町付近に大木田橋という橋が、かかっていたことから、かつてこの通りは、大木田橋通りと呼ばれた。なお、大木田は、文後国風土記において、慶光天皇が、文後国に対して名付けたとされる、この地域の古名である。また、 かつてだいぶ交通別大線が通っていたことから、電車通りとも呼ばれていた。1945年7月17日、だいぶ空襲により、中心部は壊滅的な被害を受けて、焼け野原となり、駅前から中央通りを見るとその先に、海が見えたという。1967年9月9日には、中央通りの地下を横断して、時は前、船井海岸前と、 住友銀行を置いた支店前、山崎ビル前とを結ぶ大分県発の地下、横断歩道が完成した。1968年5月には、この通りの北端の昭和通り交差点に、路の地型の歩道橋が設けられた。しかし、バリアフリー化のために、2012年8月に、横断歩道が設けられるとともに、歩道橋は2013年5月6日に閉鎖。 7月15日から解体工事が行われ、10月15日深夜から16日早朝にかけて本体部分が撤去された。1972年4月5日にはだいぶ交通別台線が廃止され、5月8日から軌道の除去及び整備工事が行われて、中央分離帯の設置などが行われた。 この中央分離帯は2006年度に除去され、両側の車線を一体的に利用できるようになった。これを受けて、2006年度及び2007年度には、中央通りを歩行者天国とする社会実験が2度にわたり行われている。その後、歩行者天国は実施されなかったが、2016年に9年ぶりの実施されている。大分市では、 大分駅周辺の再開発に伴う都心南北軸整備事業の一環として中央通りの整備を計画している近年小の原作の線をはじめとする中心部周辺の幹線道路が整備され中央通りの交通量が減少してきたことを踏まえて中央通りの車線数を減らすとともに歩道を拡幅して歩行者を増やすことにより中心部の 活性化を図る方針が決定された。2012年11月15日に公表された素案では、社会実験を実施した上で、2017年までに現行の6車線を4車線とし、さらに2021年までに3車線とする2段階整備の方針が示された。3車線化時には、中央町側を1車線、船井町側を2車線とし、 中央町側には幅2.5メートルのバスタクシーの停車帯を設ける。現在、幅7メートルの歩道は、中央町側で幅12メートル、船井町側で幅10.75メートルに広げ、共に、車道側の幅2.5メートルを自転車通行帯とする。2014年に工事を開始し、2017年までに中央町側を整備して4車線とし、その後、 船井町側を整備して2021年までに3車線とする予定。2014年8月25日には、中央町側を3車線から2車線へと車線を減らして、歩道を拡幅し、祭事や憩いのための空間を設けることが決定。2015年3月には、中央町側を2車線に減らし、歩道を3.25メートル拡幅する仮設工事が実施された。 しかし、4月の市長選挙では、社宣言を推進してきた、くぎや岩尾が、県知事選に転出し、佐藤喜一郎が、大分市長に当選。11月に、社宣言を白紙撤回して、仮設工事を元に戻すことを明らかにし、2016年2月から3月に、仮設の撤去工事が実施された。ありがとうございます。